今回はAmazonで買ったエアクリーナーエレメントを交換します。プラスドライバーで2箇所のネジを外します。蓋が外れました。クッションのスポンジが溶けてドロドロです。フィルターも黒くなってますね。樹脂パーツに石油溶剤は良くないでしょうが、パーツクリーナーできれいにします。ペーパーウエスでふきふきしていきます。ウエスが黒くなってますね。手でドロドロになっているやつもパーツクリーナー吹いてゴシゴシ吹けば落ちます。ある程度きれいにしたらエレメントを取り付けていきます。こうして比べると外したエレメントはドス黒いですね。さて、取り外しとは逆の手順で取り付けていきます。ちなみに今回購入したエレメントは純正品ではありません。最終的に収まってくれてよかったのですが、サイズがちょっと大きくてネジが締まるか不安になります。スポンジというかクッションが元気だからへたってなくてね、大きく感じるのでしょうかね。それとも純正品だとぴったりなのか。とりあえずネジを締めていきます。ちゃんと閉まりましたので完成です。ドライバー1本でできる DIY エアクリーナーエレメント交換、ご視聴ありがとうございました。